朝鮮王朝の末裔。それは、現状のシステムでは、存在できない。それを抱く限り、ありえない。まずそこに価値が、利益、が発生しない。その結果、それは生活費、それにさえ困窮し、あるいは犯罪性の果てに消える。特権は存在せず、責任と対価、それ、はどうかだ。ルール的には毎回この帰結にはなる。それはでも、まだざわめく。地位が上がれば上がるほど、何かの制約は増して自由は失われていく。不満が。当たり前だろう。しかし、何かの、これはおかしい、その悲観は残る。王になれば、七肉林があるのでは。人を殺そうが何を略奪しようが、罪に問われないのでは。過去の現実、被害国の憤怒はそこに悪魔を呼び、平成はあるいは、そんな暗黒にうっすらと支配されていた。自分自身、王の権威、それは、求めたものだったか？